ようございます。本日は奈良県の十津川村に向かいます。日本で一番大きい村みたいで、東京23区とか、琵琶湖と同じぐらいの面積があります。今回はそのめちゃめちゃでかい村での、1泊2日旅になります。宿泊費についてなんですけど、全部楽天ポイントで支払っていきます。で、楽天ポイントはじゃあどこで手に入れたのかっていう話なんですけど、楽天カードを新しく作って使って、で、楽天銀行を新しく作って使って、で、マイナンバーカードを申請して、健康保険と紐付けて、銀行口座と紐付けてってやってですね、合計でですね、すでに入ってきてる分とこれから入ってくる分で、楽天ポイントが2万6000ポイントあります。これを使ってですね、今回だけじゃなくて、いろんな奈良県の村に泊まってこようかなって思ってます。いやー、てかまだ五条市ですね。てか五条市でかくね。ようやく十津川村入りました。いや、五条市がめっちゃ長かったですね。最初はですね、有名どころなんですけど、谷瀬の吊り橋っていうところに行きます。谷瀬の吊り橋なんですけど、生活用の吊り橋としては、日本で一番長さがあるみたいですね。よし、駐車場に到着ですね。あ、はい、吊り橋に行きたくてですね。800円です。800円、はい。100円の人かなと思って。100円の診察があるんで、ね、みんな来る人来る人みんな役場とか言うんです。あ、そうなんですか。そんなことあるんですね。今から行く吊り橋なんですけど、昔村人たちでみんなでお金を出し合ってで作った吊り橋みたいっす。おお、来ましたね。日本一谷瀬の吊り橋、長さ 297.7m、 高さ 54m ってありますね。おお。あ、すげえなこれ。あ、これは子供が喜びそうですね。これ人とすれ違うときにめちゃめちゃ揺れますね。面白いですね。最初駐車場代800円でちょっと高いかなって思ったんですけど、これは価値ありますね。全然価値あります。あ、この橋なんですけど、一度に20人以上渡ると危険みたいですね。この先に展望台があるみたいですね。ただ 1.6 キロあるんでどうしようかなって感じなんですけど、せっかくなんでね、歩いて行ってみようと思います。地図もありました。今橋渡った先にこれ駐車場ありましたね。これ多分ここ使ったら無料なんじゃないかと思いますね。こちら関西電力さんの寮みたいですね。バスは1日3本ありますね。でも行き先がそれぞれ違うのかな。なんかこういう風景見てると、なんかどこ行っても人って住んでるなって思いますよね。なんかこういうところでなんか人の生活を想像するのすごい好きなんですよね。なんかどこで買い物してんのかなとか、どこで近所の人とおしゃべりしてんのかなとか。いや、この辺散歩してるのなんかめちゃめちゃ気持ちがいいですね。あ、なんか水車がある。
8月2日で真夏ですし、しかも天気もいいんですけど、ただ思ったほど暑くないですね。まあ、緑に囲まれてて、まあ、標高が高いところにいるからですかね。なんか神社を通ってその先に展望台があるみたいですね。石段が227段あるらしいです。よし、登りました。ただ最後まで舗装されててね、まあ、登りやすい階段ではありましたね。でこちらの神社が森山神社っていうみたいです。お、到着ですね。森山展望台っていうみたいですね。あ、すごいな。でもこれ、あ、でもこうやって見てるとやっぱり人たくさん住んでますね。そろそろお腹空いたんでね、戻って何か食べに行きたいと思います。橋渡ったところからここまでだいたい25分ぐらいかかりました。あの人気のお蕎麦屋さんが11時から開くみたいなんで、ちょっと早歩きで戻ります。あの全然すごい楽しいんですけど、すでに午前中の時点でもう結構疲れました。今10時54分です。まあ、ちょうど開店前ぐらいに着けそうですね。到着です。お蕎麦なんですけど、めちゃめちゃ弾力があった変わった蕎麦でしたね。あとなんか野菜の天ぷらがすごい美味しかったです。まあ、ちょっとね、1650円ってちょっと奮発しちゃいました。ちょっとお腹空いてたんで。